チャ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 なんですよ。お母さんと今日予約したんで一緒に取りに行って紹介するのに開封していいよっていう風に言ってくれたので今回こちらを開封していこうと思います。うちのお母さんすごい機械音痴で本当にやばいんですよ。前回購入した時はお母さん一人で買いに行ったんですよ。でそしたらその時は iPhone16GB っていうやつが出てたんですよね。電話ととりあえずメールを使いますって言ったら 16GB のやつを勧められちゃって iPhone 買って写真を撮るのすっごい楽しみにしてたのに全然写真が撮れないじゃないとか言って今回ですね一緒に買いに行きました。まあ、そんなこんなで iPhone XS を買ったので紹介していきたいと思います。それではレッツラゴー。今回ね私 iPhone X を持ってるので10と 10S を比較してどんな感じなのかっていうのをね見ていこうと思います。 iPhone X が iPhone XS になっていて何が変わったかっていうと大きく分けて3つあります。まず1つ目がですねチップが変わりました。 Wi-Fi に一応変わるらしいんですけど今回もこっちの方がバージョンアップしたチップなのでさらに読み込み速度とかそういうところが変わってくるんだと思います。でそれから2つ目がですねカメラでポートレートモードがこちらの方がすごく進化してるみたいなのでそういったところをねちょっと紹介できたらいいなと思います。で3つ目がこれカメラなんですけどインカメのビデオが結構変わったみたいなのでそのビデオの部分とかも撮りながら紹介できたらいいなと思います。じゃあ早速開けていこうと思います。せーのキャッ、おー、いきます。パッカー、おー、美しいがピントが全然合いません。どうですかこの真っ黒いボディ、全然ピントが合ってくれないんで iPhone X で iPhone XS を撮ってみよう。うちのお母さんはね汚れるのが嫌いなのでボディもね黒い色を買いました。じゃじゃーん、かっこいい。あ、黒いボディかっこいいね。おー、美しいね。おー、ほーで、カメラ2つついてますね。どんコードついてる。いや、いいですね。新しい iPhone いいですね。背面はですね、こんな感じです。こんなにくっきりとカメラが映るぐらい綺麗な背面ですね。ピカ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 。じゃあ、剥がしていきますか。いいんですか？剥がしちゃって。まあでもね、お母さんいいって言ってたから、剥がしちゃいまーす。ペロリー。おー。おー。わー。剥がしちゃった。で、こちらのですね、一応白い方10でいつも私が使ってるやつで、こっちが新しい 10S ですね。大きさも重さも若干こっちの方が 3g ぐらい重いぐらいでほぼ一緒なんですよね。見た目もそんな変わんないね。謎の線が入ってるぐらい。こっちは線入ってなくてこっち線入ってます。こっちは 10S ですね。こんぐらいしかデザイン的には変わりません。早速つけてみようかな。ポチー、来るかな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 、来たー。いいね、新しい iPhone いいね。じゃあハローって言われてる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。Wi-Fi つなげなきゃいけないな。ちょっといろいろ設定して持ってきます。じゃじゃん。設定完了しました。もううちのお母さん本当設定とかも全然できなくて、電話帳あるじゃないですか。電話帳にポストの暗証番号とか、大事な暗証番号全部書いてて、お母さんとこう連絡先交換した人みんなその家のありとあらゆるパスワードを送りつけられるっていう。電子系のジャンル本当に弱いので、今回もね、すごい設定してほしいって言われて、設定しました。で、じゃあね、早速、いろんな機能をやっていきたいと思います。ペンとね、カメラ本当全然違うんですよ。ただですね、新しいカメラでいろいろ撮っていこうと思います。はい、ということで、じゃじゃん。ポートレートカメラ。そう、今回のポートレートモードは、写真を撮った後に、コケ感をね、調整することができるらしいので、それちょっとやっていこうと思います。これで、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。よし、これだ、いけー、はい、チーズ。おーと、ね、今ポートレートモードでこんな感じで写真を撮ってみたんですけど、少ないですか、このボケ感がね変えられるんですよ。ちょっと後ろのカービィ見ててね、ここがねボケていくんで、いきます。チャラララララララ、おー、
感じでね、綺麗に写真をぼかしたりすることができます。はい、ということでね、同じ暗さで同じような角度で写真を撮った時にこんな感じになります。明るさだけ見るとやっぱり iPhone XS の方が綺麗に色がはっきり出てる気がしますね。うん、ピンク色っていうのがわかる。全然違う。あと若干 iPhone X の方がレースのカーテンが白飛びしてるんですけど、 iPhone XS の方が質感ちゃんと出てますね。でもこれだったらね、確かに暗いところでも綺麗に撮れるのでいいですね。今年の夏、花火をテンジムちゃんと一緒に見に行ったんですけど、その時すごい難しかったんですよ。どっちかが必ず潰れちゃうので、 iPhone XS で撮ったら綺麗に多分どっちも映ると思います。でそれからインカメラのビデオがだいぶ変わったらしいんですよ。 iPhone XS になってからインカメラに手ブレ補正がついたんですよ。なのでそれを10と比較していこうと思います。見比べてみてください。どうぞ。今日も可愛いですね、ペンちゃん。ペン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 。あんまり分かりづらいかもしれないですね、ごめんなさい。今回 iPhone X と iPhone XS でカメラのセンサーが違うらしいんですよ。色の質感が全然違います。肌を撮った時はすごく分かりやすいので、ちょっと見てみるとこんな感じです。なので iPhone X より iPhone XS の方が確実にカメラはね、漏れますね。いいなー、羨ましい。めっちゃ漏れるじゃん。漏れるの大事、マジ大事。でそれから今回インカメラで 60fps の動画を撮れるようになったんですよ。どんな風に見えるのか見ていこうと思います。どうも、ピースの角度は30度、どうもイキリダです。イエイ。どうですかね、多分ね、映像にした時に全然違うと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。 iPhone X と iPhone XS でそんなに変化はないんですけれども、チップが変わっていたりとか、あとはカメラがね、パワーアップだいぶしているので、今回 iPhone XS 買おうかな、どうしようかなって悩んでる人に関しては、私はぜひ写真を撮る人には iPhone XS をおすすめしたいなと思います。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。